僕は iPhone、パソコン、スマートフォン屋さん、ホームページ制作やインターネットウェブ集客で仕事をしているので、基本的にはデジタル系とか IT、インターネット系の作業をしているので、そういう人たち向けということで、どんな業種のジャンルの人にも精通して同じことが言えると思うので、自分の業種に当てがってみて考えてみてください。お店の売り上げが全然上がらない。新規が来ない。リピーターが増えない。この二つと、まあ友達とかもね、また利用してもらえなくなったりするっていう理由とか考えると、まず、店舗型でやってるのか、インターネット上だけで集客してるのか、様々なんですが、ネットだけでね、ネット媒体だけで集客してる方もいらっしゃいますし、美容室さんも店舗はあるけど、やっぱりホットペッパービューティーをやらなきゃいけないというところもあったりもしますが、まあその実店舗とインターネットだけでの集客と二通り僕の中ではまあ大まかに分けてあるんじゃないかなと思ってます。僕はまあ実店舗もあってインターネットマーケティングの方もしてますので、何を目指してるかっていうと、例えば最初に新規オープンした時にお問い合わせフォームとか料金表とかデザインとかがしっかりしてたら売り上げが上がるのかって言ったら0円です。絶対上がらないです。これだけの要素を最初にまず形からしっかりしたいなと思って形からちゃんとしてみると思うんですけど、これ用意したところでまず何も売り上げが上がらないです。何をやってまず新規獲得とリピーター、あと友達や家族とか、まあなんか調べてみてもらったりする。他人の人、全部他人なんですけどね。その人にどうやって来てもらうかって言ったら、まずは SNS 更新するだの、その人たちの目に留まる。ホームページズタズタで汚くってボロボロでもいいんですよ。Twitter とか Facebook だけでもいいんですよ。デザインなんかしなくても。だから一番最初にまずやらなければいけないのは、公式ホームページを300万円とか100万円とか毎月フランチャイズにお金を払って集客することなのか、一体どれなのかって考えた時に、まあフランチャイズのところに加盟すれば、その本家の直営店のお客様の流入を自分の自社のホームページやお問い合わせに直結させることができるっていうメリットはあるんですけども、そのフランチャイズ料金の代金と、あと契約の縛りで何年何年やめられないとか、必ず仕入れはうちからしてもらわなきゃダメだとか、そういうかなりきつい縛りが、加入する前には聞いてはいたが、こんなにきついことだとは思わなかったって大体言うんですけど、携帯電話の半額サポートとか、4年契約して48ヶ月契約したら、残りの24ヶ月の、2年使ったら、残りの24ヶ月分の代金は無料にはなるけれども、条件がありますと。それでも、今まで使ってた、その48回払いで契約した端末をまず、提出して買取に出して下取りに出すことが条件で、さらに新しい機種をまた契約することが条件だったりするんですよ。これ一度加入してしまうと、お金がある人はすぐ辞められたり、一括払いで途中で払って辞められたりするんですけど、お金がない人はこれ毎月永続的に10年も20年も払わなければいけない。そういう施策に騙されてしまい、本当はそんなたくさん毎年毎年新しい iPhone いるわけではなかったし、なんか TikTok とか YouTuber とか芸能人でもないのに、なんで俺こんな新しいスマホ毎年毎年いつも新しいんだろうって気がついた時には、ただの自慢するためのブランド道具になっていて、本当にね、大切な人とか仲良くなってほしい人とか、これからも付き合いできる人とか、大切な人脈を形成するためには、基本的にはブランドなんていうのは見てない。ちゃんとした友達とかは、見た目とかお金持ってるとか裕福そうだなとか、そういうところは一切見てない。ブランドだったり、そういうのお金持ってそうだったり、なんか美味しい思いできそうだなと思ってくる人っていうのは、大抵親友でも何でもない、ただの雑魚みたいな人が溢れているだけになるんで、それはフランチャイズを契約するときも、そういう縛りっていうのにハマってしまう。これ縛りだよなと思ったときに、なんか大丈夫そうな縛りだけどと思うかもしれないけど、電気ガス水道と一緒に携帯電話契約して安くなるからって言って契約して、実際それがやめられなくなってしまうというのは縛りになっちゃうので、
自分がやろうと思ったことを自由に安易に決定を下すことができなくなることを縛りと呼んでおります。フランチャイズ契約に関してもそういう縛りっていうのが大きくある、小さくある、大小わからない、どうなんだろうって思った時は、でもこれって自分が意思決定してやっぱやめたとか、自分が気軽に変更することができないものに関しては縛り、拘束、チェーンで縛られている、体が洗脳されているというようなイメージを持っていただいて結構だと思います。で、まあその縛りっていうのを気をつけながら新規契約を取って、新しい常連さんを獲得していくにあたり、まずはホームページのデザインを50万円100万円かな、わからないけど、まあ集客で LINE 広告マーケティングとか、これでこれだけお金を80万円まとまったお金をかけたらちゃんとできるよっていうのは結構嘘が多かったりしますね。まあホームページ作ってもらったら60万っていう常識を頭で持ってる人か、僕はだいたいホームページ作ったらまあ基本は0円だと思ってるんですよ。インターネットで広告マーケティング集客するのは最悪0円で可能なので、最低限で0円で全然可能なんで、だから僕はホームページ作りますよって言った時はその人のどういうホームページを作りたいのかの規模でだいたい10万円から30万円ぐらいのあたりで、はい、君10万円。まずはこの10万円プランでちゃんと自分のビジネスが成立するかどうかをやってみて、もしも成功して従業員さん3人に増えたら60万円プランやろうかっていう風に、で会員登録できるようにメンバー登録できて、ね、みんな顧客管理してみんながそういう受注発注が自動でねシステム化されてできるようにしようかって、結構システムプログラムが入ってくると60、80万になってくるんですけども、ショッピングサイトを運営するだけでも EC キューブとか基本的にオープンソースって言われる無料で出されてるワードプレスっていうのも無料でインターネットホームページを開設することができますので、僕はだから基本的には自分で自力でやれば基本無料だとは思ってるんですけど、まあ最低限1万円2万円ぐらいはかかるかなとは思ってるぐらいです。だからはっきり言って無料で集客っていうのはまず開始できるので、集客と宣伝とアクセス数が合ってしまえばデザインがどうのこうのじゃないんですよ。その人の商品の実力がしっかりしていてお客さんが利用したいって思う商品であれば、汚いホームページであっても汚いねジジイがね、ジジイとババアが DVD ダビング100円でしますよって、例えばちょっと言い方悪いですけどしてたとしても、100円で DVD ダビングするんだったら行くよって、ホームページ関係ないじゃないですか。商品の内容がすごいいいんで、おじいちゃんおばあちゃんが暇つぶしでやってくれてるって最高のサービスじゃないですか。だからそういうホームページがどうのとかデザインがどうのっていう内容に、デザインに見た目にばっかり、中身がないんですね。中身がないことばっかりに本質を捉えないで、見た目良くしたい、見た目からまずやりたいっていう人がほとんどなんですけど、まずはそんなところじゃなくって、スカスカのダッサいテンプレートの誰でも使ってるね、あの初期設定の状態でまずは料金と自分が何をしているかっていうのを報じていったら勝手にお客さん来ますよ。でも SEO の Google 検索エンジンに掲載されたり、みんなに見てもらうためには SNS を更新したり、 SEO の設定っていうのはちゃんとしていかなければいけませんので、まあただ単にブログ書くよりも SEO の Google が上位に上げてくれるような設定をしっかりとする設定ができてたら、より効果的に目的のキーワードにマッチするお客さんに対して見てもらうことができるきっかけが増えるので、それは例えば兵庫県神戸市に、私の名前根本って言うんですけど、根本っていますって言うじゃないですか。それ兵庫県神戸市に根本って何人いるのってわからないじゃないですか。だから兵庫県神戸市元中国元町通り 2-9-1 の根本ですって言ったら、あ、2-9-1 に根本さんいるんだと思って行ってみたら、 2-9-1 っていうのは元町プラザっていうビルがあって、え、ここのどこに根本さんいるんだろうって、なんかビル、元町プラザってビルがある、ここの何階、ここ9階建てぐらいなんだけどどこってなるじゃないですか。だからしっかりと兵庫県神戸市中央区元町通り 2-9-1 元町プラザ7階 712A のアップルマック神戸店の根本ですで
ちゃんと表記しておく必要があるんで、この詳細設定をしっかりしてお客様が来てもらえるわけなんで、そのまあでも2の9の1って言っただけで、なんか iPhone 屋さんここしかなかったんで、ここ来てみたらネモさんいると思ってましたって言って来てもらえる人はもちろんいるし、頑張ってで探したらもちろん見つけられる人もいますしね。 YouTube で見たんで、まあそれでよくわかんなかったでいろいろ探したら Twitter 見つけたんで来ましたとか、なんでね、そのお客さんがちゃんと来やすいようなレールを敷いてあげて、滑車が乗ったそのレールをちゃんとサーンって走ってもらえて、その人たちが来てもらえるような工夫っていうのをするのが SEO 設定になってます。だから SEO 設定なくても別に来れるんですよね。そんな詳細な SEO 設定がなくても実際来れるので、だから一番大事なのは何かっていうおさらいをすると、まず自分の商品と料金と何をしてるのかちゃんと告知して周りに広めるっていうことが大事なんで、デザインや見栄え美しさはダイヤモンドとかブランド品とかデザイン的な価値を、価値だけ、ブランド価値ね、だから合皮とかの合成革製品なのに20万円でその商品を売りたいんだったら、ブランド価値を高めるのに見栄えのいいものを作らなければもちろんいけないとも思いますが、そんなことないと思いますね、僕たちのスマホ業者では。ご参考ください。ありがとうございました。